さ、なんだ。待っていてくれ。レッドアラート、聞いたことぐらいあるよね。こんなら安全か。誰かが情報を漏らした以外は考えられない。誰だ。俺だ、アルス。どうしてあの情報が漏れたんだ。完璧な計画だったのに。全く気づかなかったね。お前が裏切っていたのか。違うよ。あいつはさっき処分したからね。どういうことだ。その能力は一体。なぜレプリロイド同士傷つけ合うんだ。俺はもう戦いたくない。
さよなら、レッド。絶対ハンターになってやる。レディさすがにここまで来れば大丈夫かな。またここに来ることになるとはな。しかし派手に暴れたもんだ。一体何があったんだ。Yeah!
い、ちょっと待ってくれ。何やってるの。そんなところでじっとしてたら危ないよ。早く逃げて。この事件の関係者か。事件？何言ってるの。あ、ほら来たよ。じゃあ僕行くね。くそ、一体何が起こってるんだ。説明してもらおうか。分かったよ、後で必ずね。でも先にあいつを何とかしなくちゃ。確かあんたはゼロだよね。だったらイレギュラー隊長は得意でしょう。ここは任せるよ。でももしもの時は僕を呼んでよね。こう見えても得意なんだ、イレギュラーハント。僕はアクセル、よろしくね。面倒なことになったな。後できっちり説明してもらうぞ。逃げも隠れもしないよ。だからこんなもの外してよ。まるで悪いことしたみたいじゃない。悪いことしたみたい。まあ確かにしたかもしれないけど。そうだほら、僕らの相性バッチリだったよね。二人であのでっかいのを倒した時、これはいけるって確信しちゃったよ。いいコンビになれるかもって。そういえば、X はどうしちゃったの？最近見かけないね。すぐ合わせてやる。この扉の向こうだ。連れてきたぞ。ご苦労だったな、ゼロ。お前か、この騒動の原因は。みたいだね。まさかあんなやつまで使って追ってくるとは思わなかったんだ。何？どういうことだ？追われているのか？抜け出してきたんだ、レッドアラートから。こう見えてもハンターなんだよ。レッドアラート、あの自警団を気取っているならず者の集団。お前たちの内輪揉めでどれだけの被害が出たと思ってるんだ。反省してるよ。でももうあそこにいるわけにはいかなかったし、こんなことになるなんて思わなかったんだ。仕方ないよ。仕方ないだと？ふざけんな。落ち着け、X。アクセル、
まずお前が抜け出した理由を教えてもらおう。レッドが、レッドアラートが変わっちゃったんだ。今じゃただの殺し屋集団。僕はそいつらに利用されていたんだ。昔は悪い奴にしか手を出さなかったのに、もう耐えられなかったんだ。奴らはきっとこいつを連れ戻しに来るだろう。ちょうどいい機会だ。レッドアラートには手を焼いていたし。何を言ってるんだ。戦ったら奴らの思うつぼじゃないか。またくだらない戦いを繰り返すだけだ。僕が言うのもなんだけどさ、 X の言ってることはわかるよ。でも戦いでしか解決できないこともあるんだ。もう話し合う余地なんかないよ。知ったような口を聞くな。お前は黙って今までの罪を償うんだ。エリア、何が起こった。発信源不明の通信よ。画像全モニタに出力するわ。聞こえているか、ハンターども。俺はレッド。ご存知の通り、レッドアラートのリーダーだ。わざわざこうやって表に出たのは他でもない。逃げ出しやがった俺たちの仲間が、こともあろうにお前らのところへ転がり込みやがった。そう、そこにいるアクセル。そいつを返してもらいたい。と言ってもそんな簡単に戻ってくるとは思えない。知っての通り、俺たちもハンターとして働いている。これまでイレギュラーも数えきれないほど処分してきた。そこでだ、ハンター対決ってのはどうかな。真のイレギュラーハンターを決めてみないか。悪いがこっちは今まで捕まえてきたイレギュラーを仲間として使わせてもらう。文句はなしだ。最後に生き残った方が勝ちだ。俺たちが負けたらアクセルはお前らにくれてやる。当然だが、俺たちが勝てば。ふざけんな。アクセルと俺たちは全く関係がない。こいつのためにお前と戦う理由はない。威勢がいいな。でも口だけじゃないのか。最近は現役を退いてるらしいしな。まあ腰抜けには用はね。いるんだろアクセル。首を洗って待ってろよ。早速動き始めたようね。各地でイレギュラー発生。被害の出たエリアを調べてみるわ。僕のせいで面倒なことになったな。そうだ、さっき罪を償えって言ったよね、レックス。じゃあ僕をイレギュラーハンターにしてよ。ゼロとのコンビネーションもバッチリだし、なんといってもレッドアラートのことなら任せてよ。何を言ってる。お前みたいなやつをハンターとして認められるわけないだろ。冗談をやめてくれ。本気さ。それが僕の罪滅ぼしだよ。お前が素直に戻れば問題解決。どうやらそうもいかなくなってしまう。そうだな、奴らはまともじゃない。当然話し合いも通じないだろう。こいつが戻ったところでおとなしくなるとは思えない。それにこいつは戻る気がないだろう。さすがゼロ、僕のこと理解してるね。実は僕、X とゼロに憧れてたんだ。僕も戦う。イレギュラーハンターになりたいんだ。憧れだけで務まる仕事じゃない。ここでゴタゴタ言っていても始まらない。俺は行くぜ。あ、待ってよ。俺は一人で行く。ただ止めはしない。勝手にすればいいさ。やった。 X、 もしバウンティーハンターを全員捕まえたら、僕のことイレギュラーハンターとして認めてよ。そこまで言うのなら俺を納得させてみろ。忘れ物だ。分かった、約束だよ。まただ、また無駄な戦いが繰り返される。 X、 そんなに考え込む。こうなった以上戦う以外道はない。こうやって何度も何度も同じ過ちを繰り返してきた。なぜレプリロイド同士が傷つけ合わなければいけないんだ。